金子恵美君。立憲民主国民社報無所属フォーラムの金子恵美です。新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また現在、医師や看護師、病院スタッフの方々が新型コロナウイルスとの戦いの最前線で懸命に取り組まれており、そのご努力に深く敬意と感謝の意を表します。冒頭、森法務大臣に質問します。先週末からハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますというツイートが始まり、現在約1000万件に迫りました。この改正が行われれば、中司法機関である検察が常に政権の顔色をうかがい、三権分立の危機に瀕すると、多くの国民の皆様が日本の未来を憂いています。森法務大臣の委員会出席が拒まれていることから質疑不能となっています。森法務大臣自ら委員会に出席すると与党に要望していただけませんか。明確な答弁を求めます。また国民の皆様が最も懸念している定年延長や役割特例の基準を、昨日の内閣委員会で後藤委員が求めた際の答弁が、今は基準がない、施行までに明らかにしたいというものでした。これでは検察官の定年延長や役割の特例基準を政府に白紙委任せよと言っているのと同じです。委員会審議において基準を明らかにすることをお約束ください。それでは復興庁設置法等の一部を改正する法律案について質問いたします。東日本大震災原発事故発生から台風被害等を受けながらも10年目に入り、日常の生活や事業の経営を取り戻しつつある中で、新型コロナウイルスの感染拡大は被災地の皆様の心に影を落としました。岩手県の沿岸部では仮設住宅を退去する予定であった方々が、工事の遅れにより仮設暮らしの延長を余儀なくされました。また災害公営住宅などに暮らす高齢者の方々は、3密を避けるため交流会などが中止となったことから、さらなる孤立感に苦しむのではないかとの懸念があります。そして事業者の方々も経済的に大打撃を受け、大変厳しい状況下に置かれています。観光資源を再生させ、復興に向けて前進してきた地域も大きな影響を受けています。復興はまだ道半ばで、引き続き国が一丸となって復興政策を進める必要がある中で、新型コロナウイルスにより苦境に陥っている方々への支援を、これまで以上に強力に推し進めていく必要があると思いますが、政府の今後の対応方針を伺います。政府は被災地の強い要望等を踏まえ、復興庁の設置期間を10年間延長する本法律案を提出しましたが、地震津波被災地域については復興創生期間を5年間で復興事業が役割を全うすることを目指しております。一方、関係自治体からは復興庁の設置期間の延長を評価しつつも、5年間で区切ることに対する不安の声が上がり、政府に対して柔軟に対応してほしいとの要望が出されました。政府は心のケア等のソフト面での施策についてはさらなる継続に含みを持たせておりますが、5年間で復興事業が役割を全うすることを目指すに至った経緯について政府の見解を伺います。また東日本大震災の被災地は、震災以前から少子高齢化や人口減少、産業の空洞化等の課題が進行していた地域であり、現在も人口減少に歯止めがかかっておりません。新たな人を呼び込むためには復興施策を検証しつつ、これまでの枠組みにとらわれない新たなアプローチを行うことが必要であると考えますが、見解を伺います。昨年12月に閣議決定された新基本方針においては、復興の司令塔として各省庁の縦割りを廃し、政治の責任とリーダーシップの下で東日本大震災からの復興を成し遂げるため、復興庁の設置期間を復興創生期間を10年間延長する復興事業予算の一括要求や、地方公共団体からの要望等へのワンストップ対応など、
現行の総合調整機能を維持するとありますが、そもそもこれまでの復興期間で復興庁は司令塔としての役割を果たしてきたのでしょうか。被災地のニーズにワンストップで対応してきたのでしょうか。またそれを第三者機関等においてしっかり検証しているのでしょうか。答弁を求めます。本法律案においては、不足に東日本大震災からの復興に関する知見の活用に関する規定が置かれています。政府は復興庁が蓄積したノウハウを今後起こりうる大災害にどのように活用することを想定しているのでしょうか。また本法律案の規定によってそのノウハウを関係行政機関等と共有し活用することがこれまで以上に促進されるのでしょうか。見解を伺います。復興特区法において雇用機会を図るため従前の災害関係税制にはない税制の特例措置が講じられ多くの投資が呼び込まれています。本法律案では復興特区税制の対象地域を見直し重点化を行う対象地域は政令に委任することとしていますが、被災地のためにも政府は可能な限り早い段階で重点化地域を示す必要があると考えます。政府の見解を伺います。本年3月、特定復興再生拠点区域の一部の避難指示が解除され、初めて帰還困難区域の解除が実現しました。避難指示解除は進められてきているものの、いまだに避難を余儀なくされている多くの方々がおり、ふるさとを取り戻し、真の復興を成し遂げるためには、長い時間がかかります。原子力災害被災地域の復興再生に向けた今後の政府の取り組みを当面、10年間としましたが、被災地の安心につなげるためにも、帰還困難区域における中長期的な具体的な対応方針を、被災地をはじめ国民の皆様に示す必要があると考えます。政府の見解を伺います。本法律案は、福島再生加速化交付金の対象に、住民の帰還に向けた生活環境整備等の施策に加え、移住の促進や交流人口、関係人口の拡大等に資する施策を追加するものとしています。この交付金については、福島県及び対象市町村が、その地域の特性に即して自主的かつ主体的に事業を実施できるよう、十分な予算を確保するとともに、新しい住民の定着につながる魅力的なまちづくり等に資するよう、柔軟な執行ができるようにすべきと考えますが、政府の見解を伺います。一方、子ども被災者支援法には、自らの意思で移動、帰還を行えるよう、適切に支援すること、支援の必要性が継続する間は確実に実施することが謳われていることから、避難指示の解除により一方的に帰還を強制されることはあってはなりません。今回の法改正により帰還政策に加え移住政策が推進されたとしても、自主避難者、県外避難者を含めた避難者の最後の一人に至るまで必要な支援は継続されなければなりません。政府の決意を伺います。本法律案では福島特措法に明記されている3つの計画を統合し地域の実情を踏まえ新たに福島県が作成し国が認定する福島復興再生計画を創設することとしています。しかし福島においては双葉町などようやく復興が始まったばかりの地域もあることから県が計画を作成しつつも国が引き続き県を助け継続して復興に関わっていく姿勢を示していく必要があります。くれぐれも県に丸投げすることなく国が前面に立って支援していくことを求めます。また市町村や住民の意向が計画にうまく反映される体制づくりも進めていく必要がありますが県が主体となって計画を策定する際の今後の国の関わり方について政府の見解を伺います。政府は新基本方針において復興創生期間後の復旧・復興事業の規模と財源の見込み額を示しました。それによると復興創生期間後5年間の復興財源については復興特別税の上振れ分で賄うことができ新たな財源は必要ないとしています。しかし今世界中で新型コロナウイルスによる経済への深刻な影響が懸念されている状況下で税制の上振れ分を本当に確保することができるのでしょうか。また税制の上振れ分を確保できない場合どこから財源を確保しようとしているのか政府の見解を伺います。現時点で政府は中間貯蔵施設費用相当分として
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定から30年以内とされる事業期間終了後5年以内にわたり約 1.6 兆円を支出する予定となっております。本法律案はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から一時的に電源開発促進勘定への繰り入れを可能するとともに、合わせて将来的に繰り入れ金を電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定へ変換するものとしていますが、目的外使用であるとの指摘があります。今後中間貯蔵施設費用が不足することが見込まれることから、このような規定を設けたのでしょうか。本規定の創設の経緯及び今後の適用可能性について政府に伺います。また仮に繰り入れが行われた場合、将来的な返還は担保されるのでしょうか。見解を伺います。東電福島第一原発で増え続ける放射性物質トリチウムを含む処理水、いわゆるアルプス処理水の処分方法について、政府の小委員会は報告書をまとめ、水蒸気放出と海洋放出の2つに絞り込みましたが、処理水を放出する際に予想される風評被害について具体的な対策は盛り込まれておりません。安倍総理はこの夏頃までに処分方針決定の可能性を示唆しており、政府は4月から決定に向け地元をはじめとした関係者から意見を聴取する会合を開催しております。会合は福島県で2回行われた後、第3回会合はウェブ会議で開催されました。緊急事態宣言が出されている非常事態下で、今リスクを冒して開催を強行する必要があったのでしょうか。小委員会報告書のお墨付きと時間切れを理由に処理水の処分方法の決定を急いでも、地元は到底納得できるものではありません。会合では福島県漁業協同組合連合会は海洋放出には断固反対し、 JA 福島中央会は二者択一には反対するなど、農林水産団体の代表者はアルプス処理水の放出に反対の立場を明確にしています。本当に二者択一しか選択肢はないのでしょうか。答弁を求めます。最終決定にあたっては、農林漁業関係者をはじめとする地元の皆様、国民の皆様の理解とさらなる議論が不可欠であります。また地元の市町村議会の説明会でもさまざまな懸念が示され、国に万全の対策を求めています。国の責任ある対応が必要であると考えますが、政府の見解を求めます。今猛威を振るう新型コロナウイルスは世界中の政治や経済を混乱に陥れています。こうした中、慎重な議論が求められる汚染水問題について、コロナ禍に紛れ拙速に議論を進めようとする政府の姿勢は断じて許されるものではありません。最後に、真摯に被災者の声に耳を傾け、復興創生期間後においても被災者の最後の一人まで支援を続けることを強く求め、私の質問を終わります。国務大臣、田中勝則君。ただいまの金子恵美議員のお尋ねにお答えをさせていただきます。新型コロナウイルスを踏まえた被災地の支援についてお尋ねがございました。
新型コロナウイルスについては、被災地における状況把握に努めており、交流会等の被災者支援事業や観光業への影響などの報告を受けております。ご指摘の交流会等の被災者支援については、現場の実情をよく踏まえながら、自治体、NPO 等の関係団体とも連携し、延期や内容の見直しなどに柔軟に対応してまいります。また、観光をはじめとする経済活動への影響に関しては、先般決定された経済対策、補正予算において、観光の支援策など、被災地にも活用いただける施策が含まれております。引き続き、被災地の状況を把握しつつ、関係機関と連携して、復興に万全を期してまいります。復興創生期間後の地震・津波被災地域の事業期間についてお尋ねがございました。地震・津波被災地域では、住まいの再建や復興まちづくりがおおむね完了するなど、復興の総仕上げの段階を迎えています。こうした状況のもと、昨年12月の復興創生期間後の基本方針の策定にあたっては、地震・津波被災地域において、インフラ整備等のハード事業は期間内に完了する見込みであること、災害公営住宅のコミュニティ形成の進捗や、見守り対象世帯が減少傾向にあること、過去の大規模災害での取り組みの実施期間の例等を踏まえ、期間後5年間で残された事業に全力で取り組むこととしたところであります。また、心のケア等の被災者支援、被災した子どもに対する支援について、個別の事情を丁寧に把握し、復興創生期間後5年以内に終了しないものについては、支援のあり方を検討し、適切に対応することとしています。被災地の課題に対する復興施策の検証と新たな施策についてお尋ねがありました。復興施策については、昨年には復興推進委員会のもとに設置されたワーキンググループにおいて、進捗状況やの把握や効果検証等の総括を行いました。この有識者による総括も踏まえ、昨年末の復興創生期間後の基本方針では、人口減少等の課題に対し、原子力災害被災地域における移住の促進等の新たな活力を呼び込むための取り組みのほか、地方創生などの政府全体の施策を活用して、総合的に対応する旨を定めたところであります。今後も関係省庁と連携して、持続可能で活力ある地域の創造を目指して取り組んでまいります。復興庁の司令塔機能についてお尋ねがございました。復興庁は、復興施策に関する総合調整を担っており、例えば、私のもとに関係省庁からなる風評被害の影響への対策タスクフォースを設け、国内外の風評払拭に取り組んでいます。また、復興庁は、被災地のご要望にワンストップ窓口として対応しており、被災自治体からこうした役割を継承してほしいとのご要望をいただくなど、評価されているところであります。復興庁の司令塔機能を維持し、設置期間を延長することについては、組織を存続し、総合調整機能を
維持すべきとの被災自治体のご意見や有識者等による復興推進委員会での議論などを踏まえ、今回の法案をお諮りすることとしたところであります。復興にかかるノウハウの活用の在り方および本法案の規定を通じた活用促進についてお尋ねがございました。これまでの東日本大震災からの復興の取り組みにより、復興庁には生活再建のステージに応じた被災者支援をはじめ、さまざまなノウハウが蓄積しております。こうしたノウハウの全国への発信などを通じて、積極的な活用を図ってまいりたいと考えております。またお尋ねの本法案の規定は、政府においてノウハウを積極的に活用すべきことを明示するために設けたものでございます。これにより、関係行政機関等とのノウハウの共有・活用を一層進め、復興のさらなる推進を図るとともに、近年の多発する大規模災害に対する防災力の向上にも寄与してまいりたいと考えております。復興特区税制の対象地域の見直しについてお尋ねがございました。復興特区税制は、これまで地震、津波等により、直接の被害が生じた沿岸地域に加えて、当該地域から通勤圏、取引関係にある内陸地域も対象としていたところであります。今後は内陸地域に比べ、復興が遅れている沿岸地域の産業復興を重点的に進める観点から、今般対象を沿岸地域に重点化することとしております。具体の対象地域については、震災前と比べた人口数など、復興の進捗状況に関するいくつかの指標や被災自治体からの要望等も踏まえつつ、引き続き鋭意検討を進めてまいります。帰還困難区域における中長期的な対応方針についてお尋ねがございました。帰還困難区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域のすべてを避難指示解除し、復興再生に責任を持って取り組むとの決意であります。まずは帰還困難区域において、認定された特定復興再生拠点区域の整備を着実に進めていくことが重要と考えております。特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域については、それぞれの地域の実情や自治体の要望等を踏まえ、関係省庁とも連携して、今後の政策の方向性について検討してまいります。福島再生加速化交付金の拡充についてお尋ねがございました。住民の帰還状況や今後の帰還意向、地元のご要望を踏まえると、復興を支える新たな活力を呼び込む施策にも力を入れる必要がございます。そのため、福島特措法の改正案においては、交付金の対象として、新たな住民の移住、定住の促進や交流人口、関係人口の拡大に資する事業を追加しております。本事業については、地元からも使い勝手の面での柔軟性の確保や、十分な予算の確保についてご要望をいただいております。本事業の具体的な在り方については、このような地元からのご要望や議員のご指摘を踏まえつつ、本年夏の予算要求に向けて検討を進めてまいります。避難者への継続した支援についてお尋ねがありました。自主避難者を含む避難者への支援について、復興庁としては復興公営住宅等の整備を進めるとともに、
住宅生活再建に関する相談への支援などに取り組んでまいります。取り組んできています。また、戻りたいと希望される方の思いが叶うように、医療、介護、買い物環境、教育、なりわいの再生など、避難指示解除地域における生活環境整備をしっかりと支援しているところであります。避難先で過ごす方に対しては、生活の再建や安定に向けた相談対応や交流会などの取り組みをしっかりと支援しているところであります。今後とも被災者の方々の声に耳を傾けながら、できる限りの支援を行ってまいります。福島復興再生計画の作成についてお尋ねがございました。福島県が地域の実情を踏まえて、計画を作成することが、地域の独自性や潜在力を生かした施策を実施する上で効果的であるため、県が計画を作成し、国がこれをしっかりと認定する仕組みを新設したところでございます。また、同計画は、国が策定する福島復興再生基本方針に即して作成することとしており、本法案の成立後、国においても基本方針を改定し、必要な方向性を示してまいります。この基本方針の策定にあたっては、福島県及び関係市町村の意見をお聞きした上で定めることとことが規定されております。さらに、福島復興再生計画の実施に必要な予算や税制、規制の特例については、国が措置することとしており、引き続き国が前面に立って取り組んでまいります。以上でございます。経済産業大臣梶山博君。金子議員からのご質問にお答えをいたします。エネルギー対策特別会見についてお尋ねがありました。今般の措置は福島の復興再生のために行っている施策の安定的な財源の確保に万全を期すため、財政状況が逼迫している電源開発促進環状にエネルギー需給環状から繰り入れを可能とするものであります。現時点において具体的な繰り入れを想定しているわけではありませんが、繰り入れた金額については法律上繰り戻さなければならないことを明記しており、将来的な返還は担保されているものと考えております。アルプス処理水についてお尋ねがありました。本年2月に公表されました小委員会の報告書を踏まえ、その取り扱いについてしっかりと検討を進めていくべきと考えております。現在地元をはじめとした関係者からご意見をお伺いしているところであります。今後もさらに幅広い関係者のご意見をお伺いし、風評被害対策を含めて政府として責任を持って結論を出してまいります。財務大臣、麻生太郎君。金子議員からは、復興大臣について一問お尋ねがあっております。昨年12月に閣議決定いたしました復興創生期間後の基本方針では、平成23年度から令和7年度までの15年間、事業規模32兆円台後半に対して、その財源についても税収の上振れ等を踏まえれば32兆円台後半と見込めたことから、事業規模と財源がおおむね見合うとしたものであります。このうち財源につきましては、令和19年度までの長期にわたる税収のほか、政府保有株式の売却収入などを見込んだものであり、短期的な税収の変動のみによって大きな影響を受けるものとは考えておりません。
いずれにしても復興創生期間後の5年間の事業規模及び財源につきましては、この夏を目途にこれまでの予算の執行状況等を踏まえて精査をさせていただいた上でお示しすることといたしており、必要な復旧復興事業が確実に実施されるように対応してまいりたいと考えております。法務大臣森雅子君。検察庁法改正法案についてお尋ねがありました。今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引き上げに合わせて、検察官についても定年を65歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制およびその特例と同様の制度を導入するなどするものであります。特例の判断は他の国家公務員と同様に、検察官についてもその任命権者が行うとをするに過ぎず、同改正法案は検察官の独立性を害するものではなく、三権分立に反するものでもありません。現行国家公務員法の勤務延長の要件は改正法によっても緩められておらず、また役職定年制の特例の要件も勤務延長と同様の要件が定められており、これらの具体的な要件は人事院規則において適切に定められるものと承知しております。検察官の勤務延長や役折特例が認められる要件についても改正国家公務員法と比しても緩められておらず、かつこれらの要件をより具体的に定める内閣が定める自由についても自由等についても新たな人事規則の規定に準じて定めます。そのため白紙委任とのご批判は当たりません。国会の審議の進め方については国会において決定される事柄ですので、国会からのお求めがあれば出席しますし、副大臣政務官においても答弁を尽くしてまいります。高橋千鶴子君。